キングアドプリンス平野紫耀さんです。そんなわけない。下げて下げて、見てる、かわいい。あ、人間見てる、かわいい。ちゃんと普通にかっこいい。普通にアイドルそうですね。ストレートに似てるよ。ジャニーズの子のよ。のよく言われる。SNS でたまに言われる。SNS でよく言われる。でもお茶飲んでたらちょっと大騒ぎになったの。そのスタバから出て行った時にちょっとフォロワーさんに声かけられて。声をかけられた人に対応したら、はい、騒ぎになり、収拾がつかなくなり、警察が対応っていう。本当に平野くんが噂読んで、ね、どうなの、やっぱ芸能界とか興味あるの？ぼちぼち。おお、ぼちぼち。いや、これ可愛いよ。ぼちぼちでできるほど甘ないから。やめてください。今だ。最初はそんなんでいいんですよ。あ、だこれなんかキンプリメドレーとかモノマネ軍団に入るとか。モノマネジャニーズ軍団みたいなうちらやってんのよね。また次回も多分2ヶ月後とかあんねんけど、もしよかったらなんかこのステージで踊ってみない？またちょっと。考えそうへんな、これが中東野さん来ないっすわ、これ。モノマネじゃなくてこの、うん、もう王道アイドルとしていきたいじゃないですか。自分が何やりたいとかの、歌やりたい、ダンス、お芝居とか。今ちょっといろいろと考えてて、うん、それでですね、はい、この平野くんといえば、はい、映画かぐや様、あ、話題になりました。僕ら世代、はい、今回ですね、はい、当番組の男なのに橋本環奈さんのそっくりさんをお呼びしました。あ、来た、ほら、環奈ちゃんや、こちらのこれこれ、モノマネとこういうこと、モノマネはこういうことですか。そしてどうもありがとうございました。環奈ちゃん何しに来たんや。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ。いやでもカンナちゃん男でやっぱ似てるし、似てる。いやすごい、これこの設定なんです。このサイズ感がええね。これですこれがええね。これをやりたかったんですよ。ほんまやわ。でも似てんな。すごいすごい立ち姿。どう、ゆうたろうくん。いや僕映画出演させてもらってるんですけど、で仲良くさせてもらってるんですけど、こっから見た2人がちょうどよく似てます。嬉しい、嬉しいわ。斜めの顔、横顔がすごい、あの鼻筋とかがすごく似てますね。ゆうたろうくん、おかわいいこと。やましいわ。かぐや様。それ多分かぐや様ね。というわけでそれでは審査員の判定に参りましょう。チャンピオンが似てると思ったら赤のボタンを、挑戦者が似てると思ったら白のボタンを押してください。それではスイッチをどうぞ。挑戦者が似てる、すごい、よかった。続いての方に参りましょう。池袋を歩いているとよく二度見されるファーストサマーウイカさんです。あ、似てる。あ、似てる。めっちゃ似てるわ。ええ感じで似てるわ。うわ、似てるわ。すっきりするわ。すげえ。笑い方もめっちゃ言われるでしょ。目と鼻のラインもめっちゃすごい。そっくりして、目元そっくり。うわ、似てるわ。ウコン君、どう、ウコン君。めちゃくちゃ似てますね。正面も横顔も似てるから、なんか。似てる。いや、ほんま似てるわ。なんか、こう似ててよかったなと思うことありますか？なんか、職場で、うん、社長さんと最近一緒に行動することがあるんですけど、はいはいはい、でなんかうちのウィーポンだからみたいな感じで、なるほど、営業とかつかみ OK やな。つかみ OK ですよ、これ。会社に貢献してんねや。ええやん。めっちゃいいじゃないですか。これはいいですね。さあ、それでは審査員の判定に参りましょう。チャンピオンが似てると思ったら赤のボタンを、挑戦者が似てると思ったら白のボタンを押してください。難しい。それではスイッチをどうぞ。こっちや。ファーストサマーウイカさん勝ちました。